こんにちは。ご視聴ありがとうございます。本日は山梨県大月市、大月駅前にやってきました。残念ながら廃車改装の動画となります。こちら正面は富士急行線となりますが、JR 線で言えば中央本線、よって長野総合車両センター向けの廃車改装です。総武快速線や横須賀線などで活躍していた鎌倉車両センターに所属する E217 系の廃車改装配給、頻繁に行われていましたが、2023年3月23日、基本 Y5 編成が長野に向かってから行われていませんでした。そして今回も車両は異なります。先ほどから駅周辺の陸橋上から覗いていますが、なかなか車両がやってきません。中央本線で活躍する普通列車211系が使用されています。タイミングよく来てくれれば良いのですが、来そうもありません。今回廃車改装される車両は211系となります。しかし中央本線のものとは異なり、高崎地区で活躍していた車両。約1年以上前の話となります。2022年3月30日に高崎車両センターに所属する211系 A2 編成4両が自走で長野に向かっています。今回は編成が変わりまして A3 編成。2023年3月のダイヤ改正で高崎地区の運用が減ったということで余剰となったようです。一部の視聴者様や知り合いの方から連絡をいただきまして、高崎車両センターの方で A3 編成はパンタグラフが撤去されていたと聞いています。おそらく中央本線長昌トンネルがありますので自走することはできません。一度撤去をしまして別のものに取り替え、本日 A2 編成同様自走で長野に向かうようです。そして車両側面行き先方向幕の方も撤去されていたと聞いています。なかなか比較する中央本線で活躍する211系がやってきてくれません。 E353 系出発をしてきました。この後中央本線を下り、長野を目指す廃車改装。ここ大月駅で待っていても見ることができるかもしれませんが、過去帳を引っ張り出しますと廃車改装、お隣猿橋駅に停車したこともあります。ということであれば移動しまして見ていきたいと思います。この後上り列車に乗車しますので、4番線5番線ホームにやってきました。タイミングよく4番線ホームに211系普通列車がやってきそうです。この後廃車改装される211系と形式は変わりませんが、こちらは長野に所属しますので色が異なります。信州色、長野色なんて呼ばれています。113系や115系の置き換えを目的とし、フルモデルチェンジした近郊型。211系は1985年から製造開始。かつてここ中央本線も115系が活躍をしていましたが、現在は211系に置き換えられています。そして A3 編成といえば3000番台。右を特急列車が通過するようです。 E353 系です。115系の置き換え用車両として登場していますので、山間部や勾配区間にも強い車両となっています。高崎地区の車両は中央本線長昌トンネル対応していませんので自走することはできませんが、今回パンタグラフが交換されたようで自走で長野に向かうことができるようになったようです。ということで間もなく出発するようなので乗車したいと思います。 A3 編成が来る前からベラベラ喋っていますので長くなっていますが、猿橋に到着しました。
長野色、信州色の211系が中央本線を登っていきます。しかし右方向下り線に色が異なる211系、湘南色の車両がこの後通過やってくるかと思います。まあ、今回のような少し珍しい列車がやってきますと、ホーム先端にはカメラを持った方、鉄道ファンが集まるのですが、ここ猿橋駅、一人もいません。果たして本当にやってくるんでしょうか？少し不安になります。仮に廃車回送がやってきた場合の話となります。下り線は2本の線路があります。現在 E353 系が通過した線路が本線、右の線路が下り1。草が生い茂ってる方に入ってくれれば停車が期待できます。ある程度車両を見ることができます。しかし左側の線路にやってきた場合、先ほどの E353 系同様通過、今回捉えることができるのは数十秒程度となってしまいそうです。やってきたと思ったらちょっと違いました。こちらは普通列車です。列車が参りますと放送は入りませんでした。突然現れたのは211系 A3 編成、湘南色の車両。奥に停車をしましたので近くから見ていきたいと思います。先ほどまでは長野色、信州色の211系でしたが、湘南色、中央本線に珍しいということから皆さん記念撮影を行っています。こちら最後尾4号車となりますが、前面 LED 表示器だったような気がします。しかし本日は紙で回送と表示が出ています。幕ではなく回と送の真ん中あたり、切れ目のようなものが入っています。雲波211-3003、車両側面行き先方向幕の方は張り紙で改装となっています。そして一度撤去されたパンタグラフ、シングルアームのものが取り付けられています。1986年に川崎重工兵庫工場で新造されまして、新製配置は新前橋電車区、当初から A3 編成でした。現在は4両編成の組み合わせとなっていますが、当初は5両編成。2005年になりますとグリーン車などを組み込みまして10両編成、 C1 編成となっています。2013年になりますとグリーン車を外しまして8両化、結局2016年になりまして現在の形4両編成となっています。しかし2023年ダイヤ改正で高崎周辺の運用が少なくなったということから、今回長野に帰らぬ旅、
JR 東海の5000番台であれば自走で西浜松に廃車改装されますが、こちらは JR 東日本です。先頭に電気機関車 EF64 型などが通常立つ廃車改装配給という形になりますが、こちらは自走です。車両の性能上、中央本線を自走することができるということから、このような形となったかもしれません。駅ホームは混雑してきました。こちらは南口。下り1、東北の信号は青の灯火に変わりました。もう間もなく出発、長野を目指します。はい、ということで行ってしまいました。寂しいですが仕方ありません。この先長野の方に行きまして見ることができれば良いなと思っています。チャンネル登録よろしくお願いします。いつもであればこの先にベンチがあります。休憩して帰るのですが、本日は使用不可のようです。入ることもできませんので、この辺で終了。最後までご視聴ありがとうございました。なんで入れないのでしょうか。それではまた。